でございます。スタッフの皆さんはね、今朝飯の準備をしてる、そんな時間ですね。今日はですね、朝飯、お弁当を作ってもらったんで、ちょっと天狗に向かってたところで食べたいと思います。まだね、一応日が昇る時間の前なんですが、今日の予定は、中山峠から東天狗、西天狗、そこからですね、西側の稜線ですか、下って、出発地に戻りたいと思います。はい、中山峠です。出発してね、5分しか経ってないけど、ちょうど日がね、上がってきました。すごい景色がすごいことになってるんで、おお、すごい、すごい、いやー、見事、見事だね。凍ってる？凍ってる？いいよ。おう。はい。これが見たかったんだよね。よいしょ。よいしょ。うわお。あれがね、東天狗で、右が西天狗ですね。北アルプスが、ね、槍ヶ岳まで見えてる。さあ、こっから天狗へ、ね、まずは左側の東天狗向かってきます。イエーイ。出発して40分ぐらいですかね。だって東天狗の下に飛びついた感じですね。まあ飛びつくって言っても登っていくしかないんだけど、ちょっと雪がかなり出てきたんで、まあ、ケースバイケースでチェーンスパイク巻いていきたいと思います。
ラスティングの頂上が見えてきました。ちょうどこの分岐がですね、こつっと降りていくと黒百合出店に行きます。あっちが西天狗ですね。今日のコースはあそこ行ってぐーっとこれを下がってあっち行くとこうですね。なんか日内ヶ岳見てすごいね。ここは本当すごい。じゃあ行ってみましょうか。じゃあもうすごい切り落ちて、よし、あとちょっと頑張っていこう。ああ、来た。よし、来た。東天狗山頂です。6時37分。うわー、すっごい。あ、赤岳じゃん。え、赤岳、あれ阿弥陀だね。硫黄、すごい、これはすごい。ねえ、南アルプス、北アルプス、富士山あっちかな。すごいね。いやー、はい、はい、イエーイ。ちなみにね、あれが次の目標、西天狗ですね。山頂の三名板が見えるね。どれぐらいだろう、400〜500m、そんなないかな。ここをぐーっと降りて、あそこ見えますね。最後はかなり急登上がっていくような感じで、6時43分、今度は西天狗ですね。掃除法の片っぽ、西天狗に向かってグイーンと降りて、グイーンと登ってきます。さあさあ、ここを、
ちょっとね下り怖いんでビデオなし。南八ヶ岳ですね。ねえ、はい、奥が南アルプス。はい、西天狗の登りです。登り切ると山頂です。ちょっとだ。着いた。7時11分、西天狗の山頂です。いやー、ここも絶景ですね。すごい。大雲海だよ。槍がくっきり見えるね。ね、大キレット、赤岳、阿弥陀、硫黄、向こうのゴツゴツが横岳。ね、あの赤岳、去年の8月かな、あのてっぺんまで行きましたね。すごいね、山頂霜柱。はい、こんにちは。こんにちは。ここは西天狗の頂上ですね。はい、今日はもう景色が最高。360度。どっから来ました？はい、私千葉県です。あ、柏です。あ、柏ですか。はい、どうもお疲れ様でした。最高でした。はい。恥ずかしいですね。こんにちは。こんにちは。どちらから？はい、私も千葉のですね、さくらから来ました。あ、さくらですか。はい、甲府に住んでるんでね。ああ、今日は甲府からなんで。こんにちは。こんにちは。僕も甲府からです。ああ、そうですか。もう天狗は7回目ぐらいです。7回起きてですか。今日が一番いい天気で最高でした。あ、そうですか。良かったですね。最高です。最高でしたね。どうもありがとうございます。なかなか見らんないですよ、クラユリヒュッテの、お弁当。包み紙も可愛いわ。おお。サバ味噌のり弁ね。美味しそう。おお。サバ味噌で、のりで、のりの下は、おかかだね。これいただきます。うまっ。朝飯めちゃくちゃうまい。作ってもらってよかった。
うめえこれ。うん。ちちみがみかわいい。西天狗の山頂を、登山口のある方のですね、唐沢高専の方に、下っていきたいと思います。いやすごい眺めだこれ。ほんとお弁当ねめちゃくちゃうまかったんだけどお腹が冷えちゃった。こっちの下りも結構きつそうだね。さあ下りなんでちょっとカメラ止めますね。はい。まだまだだね。やっと樹林って入った。ねえ、はい。第一展望台。いや、第二展望台か。いや。これは分かりやすいね。あんなとこ降りてきたんだ。しんどかったよ、あそこ。あれ、登るの大変だ。降りるのも大変だけど。こっちが第一展望台だって。おお、ここもすごい。こっちからだとね、さっき異様に隠れてた見えなかった横だけがもう見えるようになってきましたね。いやー。これはね、下界も全部見えるわ。おお、駐車場見えた。長かったね。はい、着いた。唐沢高専に戻ってきました。お疲れさんした。クレルヒって5時、だから5時間33分だね。東天狗行って西天狗行って、で行きとは別の尾根を通って帰ってきました。はい、どうもお疲れ様でした。